はい、皆さんこんにちは。ジャズボーカリストの川本睦子です。今日はいつものレッスンスタジオではなくて自宅から、撮影しております。今日のトピックスはジャズシンガーとポップスシンガーの違いです。でシンガーっていうのは歌手って意味なんで、歌手は、自分の体が楽器となって人前で歌う人です。で歌手の中にもポップスとジャズ以外にもいろんなジャンルがあります。で、まあでポップスシンガーとジャズシンガー、一般的なイメージとしてはジャズシンガーというのはジャズスタンダードを歌い、英語、ジャズスタンダードは英語なんで英語を歌って、そして、ジャズのライブハウスで歌う人たちっていう感じだと思うんですけど、じゃあポップスシンガーというのは、自分のオリジナル曲とか、日本語の曲が多めだと思います。あとはライブハウスとか、商業施設などで歌っている方がたくさんいらっしゃると思います。そういう一般的な、違い、場所の違いとか歌う内容が、違っているというのはありますけど、ジャズの人もポップスを歌うし、日本語を歌うこともありますし、でポップスの人も、ジャズスタンダードを歌うこともあれば英語の歌を歌うこともあります。なので、そういうふうに分けたら、じゃ あのそういうじゃない時もあるじゃないかということで、違いがね、なんか曖昧になってしまうんですけど、だけどもやっぱり大きく違うんですね。で、ジャズのミュージシャンとかがよく、たまに、あのシンガーは、ポップスの人だよねみたいな感じのお話を、されることがあって、それはなんかちょっとねネガティブなニュアンスを含んでいると思うんですけども、あの人ポップスの人だよねっていう言葉を解説すると、あの人は、ジャズ的な会話ができる人ではないという意味ではないかと思います。じゃあジャズ的な会話ができるかどうかっていうのはどういうことかというと、まず、スイングとか、そのグルーヴが自分の体の中にあって、でスイングしているかどうか、それが自立しているかどうか、そして、コード進行、その曲のコード進行をしっかり把握した上で歌ったりしているかどうか、そして他の演奏者の、音に反応しているかどうか、ちょっとこうアドリブをね、おかずとかを入れたところをふんふんふんってこうキャッチして、こうそれに反応できるか、音楽的にできるかどうかっていうのとか、あと、大きなものとしてスキャットとかインプロビゼーションですよね。そのソロ、即興をできるかどうかっていうところがあります。で、それらが、ジャズの現場では、ジャズ的に会話ができるかどうか、そこを問われるんですけども、でジャズスタンダードというものを使ってそれらの音楽的な会話をしていくんですね。なのでミュージシャンの人たちとシンガーっていう関係性が対等なんです。でポップスの場合は決まった曲を決まったアレンジで、演奏することが多いと思います。そして、シンガーがいる場合で看板を張っていらっしゃる場合は、そのシンガーと、伴奏者というふうな立ち位置になるかなと思います。で、ミシェル・ウィアー先生というロサンゼルス在住の、素晴らしいアメリカを代表するエデュケーターの方がおっしゃっていたんですけど、ポップスのシンガーとジャズシンガーの違い、そのスキャットするとかそういう音楽的な要素もあるんですけども、一番の違いは商業的かどうかっていうふうにおっしゃっていました。商業的かどうかって、ジャズのミュージシャンが全員商業的ではないとは言えないです。みんなお金をもらわないといけないし、生活もしないといけないので、やっぱ商業的に、な成功っていうのは必要なんですけども、それの、度合いというか、ものすごく商業的に寄っている人、あるいはもう芸術よりもう自分の中のアートに寄っている人って、そのレベルの差がすごく広いんですよね。でポップスの人っていうのはやっぱり商業的な成功を、
そういうものを目指している人、例えば紅白歌合戦に出るとか、武道館でのコンサートをいつかやりたいとか、東京ドームでやりたいとか、そういう大きな夢、商業的に成功したいというふうにな目標を持たれている方で、自分の名前でこう看板がバンってあって、で売り出していこうっていうふうに活動されている方々なので、音楽の中、音楽的にこういう音楽がポップスだよっていうのはなかなか定義が難しいと思います。でポップスっていうのは なので時代によって音楽の内容が変わっているし、まあ、ジャズっていう音楽スタイルが一時は、お茶の間でポップスのとして扱われていた時代もあります。あのジャニーズですよ。たくさんグループありますけど、その大元の蒼井輝彦さんとか飯野おさみさんとかが所属されていた最初のジャニーズというグループはジャズスタンダードを紅白歌合戦で歌っていました。でも素晴らしいんです。それが本当にジャズのその一音がね本当にスイングしていて、で和声もね和音でねこうハモっていらっしゃって、もうジャズのグルーヴとそのハーモニーで、まあ、素晴らしい演奏で、もうすごく衝撃を受けたんですけども、そういうハイクオリティの、歌がお茶の間で流れていたこともありました。しかし時代は変わっていってる。それが60年代、ジャニーズっていうグループが活躍したのは1960年代ですね。まだジャズっていうのが本当にこう熱かった時代だと思います。その後こうまだっていうか今も熱いんですけど、いろんなジャンルがその後出てい、ってですね、テレビとかラジオの中心にそのジャズというジャンルが中心にも入れなくなったというか、まあ、一部の愛好家の人たちが、大切にその文化を守ってきて、今に至って、でやっぱジャズっていうのは大事な音楽というか、今のそのさまざまな商業的な音楽になっているものの中でもね、ジャズの要素たくさんあって、すごく重要な要素の一つなので、こうジャズ的なものっていうのは例えばジュジュさんとか、まあ、椎名林檎さんとかがこう取り上げてくださって、テレビに出てジャズ的な音楽が出ていくっていうことはありますけども、なのでポップスっていうのはその時代時代によって、音楽的な内容は違うし、アーティストによってもすごくエレクトリックに寄っている人もいれば、ロックに寄っている人もいれば、ジャズに寄っている人もいるし、その内容っていうのはね、音楽的な内容っていうのは定義がしにくいです。ただこう商業的にな成功を目指す人たちの姿勢っていうのが、まあ、ポップスっていう音楽のジャンルなのかなと思います。一方ジャズというのは、まあ、自分の中のこう真実の音楽みたいな、こうどっちかというと芸術性が高いというか、まあ、ポップス以外の少数マイナージャンルの音楽家というのはみんなそうだと思うんですけども、こうすごくね自分の中の音楽アートっていうのを、すごくこう追求していって、それが一般的にこう受けるかとか売れるかとかあまり考えていない人たちが、まあ、多いのかなと思います。という感じでジャズシンガーとポップスシンガーの違いって、まあそんな感じなのかなと思っていて、なので私もなんかこう一般的にこう受けようとか、なんかこうすごく売れたいとか、なんかあまり考えずに今に至っているので、なんかポップスシンガーの人とね交流を持った時にね、おおすごいポジティブオーラーみたいな感じで、こうオーラにこうやられそうになるんですけども、あすいませんジャズシンガーなんです、ジャズっていうよくわかんない音楽やってますってみたいな感じでお話をしてしまうことがあります。で、まあ、ジャズシンガーっていうのは何なんですかっていうふうに聞かれることもあって、まあ、こういう感じかなというふうにお話をしてみました。この動画がこう分かりやすかったとか、よくあそうかっていうふうに思っていただけたら、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。まあ、これからもこういった感じでお話をしていこうかと思いますので、よかったらチャンネル登録などもよろしくお願いします。ではねー。